水上寺は、群馬県棟郡南町にある新言州地山派の寺院である。成田山水城寺と交する。明治21年に大本山成田山新勝寺から、誕生された本尊、第二次大西不動明王座像を本堂に祀っている。同年からカリミ宮に安置されていたが、昭和35年、初代法三会会長の木村義知ら多くの人々の、 共産によって、現在の本堂が完成しており、以降はそちらに暗記されている。この不動明王像は、五国法上、万民部落を生願して誕生されたもので、数佐国成田より、岡田越しにて二十八日間をかけて、上州水上の地まで運んで先座されたと言われる。また、天保年間に、新正寺境内にあった一本のクスノキのご神木から、 たかし国された者の,のうちの一体であり、日本三体不動村と呼ばれている。海祖第一世はあずき、旗寺らし世はなおといい、宗教法人新言宗地山派水上寺として、設立、海運役余計、交通安全、商売繁盛、家内安全など、北関東随一の祈願寺として知られている。また、春礼大祭、秋礼大祭の時、カラオケ大会などを行ったり、 平成20年からは、本堂にて、三玉フェスティバルなどを開催したりして、地域住民をはじめ、観光客らも楽しめる、地域に根差した開放的なお寺である。ありがとうございます。